はい、皆さん、こんにちは、えー。禁煙シリーズ第3弾。えー、今日は私がタバコを吸ってた時のピーク時のお話で何を悩んでたかということをちょっとお話ししたいなと思います。今から約15年ほど前にタバコを吸ってて、1日40本から50本のタバコを吸ってたんですけど、 当時250円から270円に値上がりする頃で、えー、紙タバコ全盛期の時、マイルドセブンのスーパーライトっていうのを吸ってました。40代、50代の方であれば、同世代の方ならお分かりだと思うんですけど、今のメビウスっていうタバコの全身のタバコを吸っていました。で、えー、タバコが切れるのがもう怖くて、自分の部屋、勤務先、 えー、車、えー、各、う体を、えー、置いてる時間が長いところに、カートンで常に置いてたんで、えっ、ー、と、タバコが常になくならない環境に身を置いてました。で、今でこそ、もう税金の塊みたいに、もう400円から500円ぐらいで当たり前になってるかもしれませんけど、 当時は、むちゃくちゃ安いって言っても、ね、決して、えっと、安くはないんですけど、200円から220円ぐらいの金額で、それがもう300円にまで届く勢いの値上がり、まあ要は税金ですよね、が、すごく小遣いを圧迫してた時やったんで、お小遣い的にもやめたかったのもあったんですけど、一番やめたかった要因としては、車の中が汚れるんですね。匂いはつくし、 走ってる最中に吸ってたりすると、肺が風で飛ばされてシートに飛んでしまったり、下手したら運転中の足元とかに肺が落ちたりして穴が開く。もう、ひどい場合には、えー、またその飛んだ肺が熱くて、運転してる最中に、あたゃたたつっていう感じで、えー、肺を取っ払ったりすることがあったり、やめたいけど、どうしようっていうことに悩んでる時期でした。 でそんな時に私が辞めれるきっかけになったのが禁煙セラピーの本って言って、えー、2段2段第2弾でも申し上げましたけど、たまたまその当時、有名人の方がご自身の辞めたきっかけになった本を執筆,筆されて、それを読んだんですねで。その本に不思議なことが書いてて、 まだ辞めないでくださいってことがつづられてたんです。まずこの本を読み切ってから、あのー、考えてくださいと。ただ、そこに書いてた、すごい衝撃的なことが書いてたんですけど、最後に出てたのが、辞めたい方は、今残ってるタバコを握りつぶせるかどうかっていうことが判断の えっと、最終ジャッジっていうふうに書いてました。例えば5本残ってたそれを握り潰せるか、あるいはその5本を吸ってからやめるかっていうことやったんですけど、やめた今なら、今なんでわかるんですけど、一番のきっかけはこれでした。第一、えっ、ー、と、今申し上げたことですけど、残ってるタバコを数えずに全部潰せるか。えー、もう一つの選択が、 残ってるタバコは例えば5本とします。その5本を吸ってからやめるか。この2者選択ですね。これ多分後者ならやめることできないんです。なぜかというと、えー、残ってるタバコを吸うっていうことで、その後にも、やっぱもうちょっとっていう風な、あのー、欲が出てしまうんで、ニコチンで負けてしまうんですね。握り潰せる勇気があるかどうかっていうところが、まあ、やめる、きっかけ、 を与えてくれるんですけど、その勇気があるかどうかっていうことになります。すべてとは言いませんけど、その本に書かれてて、えっと、それが最終的に書かれてたんですけど、私は握りつぶすことができました。もちろん勇気いりましたけど。でも、なんとなくその本に与えられた勇気が私の心を動かしてくれてやめることができたんですけど、まあ人それぞれ考え方があるんで、うーんその残ってる5本を吸い、 終えてからやめることもできるかもしれませんけど、まあ、その禁煙セラピーの本は非常に私の中に役に立ったということです。まあ、第3弾は一応ここまでなんですけど、タバコによって、えー、失うものも多かったり、えーと、周りからね、避難されたりすることもあるかもしれないと思うんで、えー、次のシリーズでは、えーと、吸ってることで起きたいろんなトラブルとか、そういったことについてお話ししたいと思います。 これが皆さんのお役に立てば幸いでございます。では、ありがとうございます。